昔懐かしいゲーム。これ、格ゲーで格ゲー。ケイトはどこでかあれどこ行ってたのに。携帯なかったのか。最初から開いていたじゃん。こんにちは。今回紹介していくのはこちら。コミュニティセクションの受賞作品、おいしいもの。こちらをちょっとプレイしていきたいと思います。すごい。超綺麗。これどうするの？うわ、うまそう。うまそうです。何だっけこれ。ホットドッグがうまそうですよ。これもすごいです。すごいです。実写とはいかないですけども、かなり実写に近いですね。何するの。なんだこれ。出てきた。なんか出てきたよ。入っちゃった。入っちゃった。そうで泣いちゃった。ゲームではないみたいですね、これ。コーラもすごいね。コーラもリアルですね。うちはどうなっちゃうの？俺が落ちるんだよ、トレース。以上、みたいです。じゃあ次行きたいと思います。これはゲームじゃないみたいですね。この俺はなんか見てめでて楽しむ。痛いな。これはこれは何だ。あれば綺麗だね。これも。なんでオレンジとリンゴ。めっちゃリアル。やんけ。めっちゃリアル。やんけ。なるほど。これ作ったすごいね。助かりな。写真見たいです。はい、はい。次へ行きたいと思います。いいね。なんかいろいろあるみたいですね。こういった。俺も同じなのかな。やっぱり、食卓、みたいですね。はい、ああ、やった。綺麗にできてますね。これは動かない。これで終わりみたいです。カメラがカメラが動きません。動いた動いた。はい、美味しそうでした。現場からは以上です。まあこんな感じでね。ちょっとガヤ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 しててね。お店の中にいるような感じがしますね。まあこれをねちょっと聞きながらあのラーメン食べるとね。
ちょっとお店で食べてるような感覚になるんじゃないんでしょうか。そういったね、楽しみ方もあるのかもしれませんね。以上です。どんどん行きますね。寿司、寿司、よすぎ、お寿司、行きたいと思います。
よくわかりませんでしたね。まだみんな中途半端に作ってあるやつばっかみたいですね。これシングルプレイできるんだ。ちょっとやってみましょうか。なんだ格闘か。昔懐かしいゲーム。これ格ゲーで格ゲー。はい、勝ちました。はい、トイレ格闘ゲームでしたね。こっち待ってよね。さっきありましたよね。これちょっとやってみようか。さあどんなゲームでしょう。これは何だ。お店かなみたいですね。何かあったら取っちゃっていいの。これもうびっくりした。何でも何でもないのさ。シュールだ。シュールなゲームだ。あわわわわ。シュールだわ。シュールなゲーム。お店を破壊するゲームなのか。これはクールだわ。目的は何が目的なの。拾えないし。どういうこと。どういうことよ。これレーザー。面白かったですね。